こんにちは、かなえです。今日も理系大学生ならではの論理的な視点でマジックを解説していきますよと。まず、使う道具について説明します。変化前後の紙幣と両面テープを用意してください。当たり前ですが、本当に1000円から1万円になるわけではないので、どちらも自分のお財布から用意するようにしてください。また、両面テープをお札に貼り付ける関係上、強力なものではなくて剥がしやすいタイプを使うのがおすすめです。これは近所のコンビニで購入しました。なんだよ、即興でできないのかよ、と思われたかもしれませんが、実は両面テープを使わずに変化前後で手渡し可能な方法もあります。ちょっとだけ難しくなってしまうので、比較的簡単な両面テープを使うバージョンを解説した後に補足しますので、ちょっとだけ待っていてくださいね。ここからこの2枚の紙幣に折り目をつけていくわけですが、折る向きや順番が決まっているので、ここから全く同じように折ってください。まずはゆきちさんの顔がある面を表に向けて半分こしてあげます。そしたらゆきちさんをぶった切るようにもう一度半分に折ります。そしてお札の右上が残るように縦で折ってあげます。このままでもマジックを行うことはできますが、この後の実演をやりやすくする上でもう2つだけ折り目を残しておきます。先ほどの手順で折ると左上に2枚のビラビラができているはずです。この手前側のビラビラを手前側に軽く折っておくといいですね。そして右側にもたくさんのビラビラがあるはずなので、これも一番手前だけ折ってあげれば1万円札の準備は完了となります。続いて1000円札の準備ですが、基本的に折り方は一緒ですね。秀夫さんの顔が見えた状態で半分、そしてもう一度半分に折るわけですが、後々この2枚のお札を貼り付ける都合上、横の長さがぴったりになってもらう必要があります。もともとこの1000円札と1万円札では横の長さが違うため、ここでぴったりになるように調節して折ってください。裏返すと完璧には半分になっていませんが、これで問題ないわけです。先ほど同様に縦に2等分したら完了となります。ここまでできたらもう一歩、1万円札のパーツを先ほど折った1000円札に貼り合わせます。1000円札を開いてもらって、右下の1ブロックに両面テープを貼っていきます。ずれないための補助的な役割なので、そこまで正確に貼る必要はありません。ちなみにどうしても両面テープが手に入らない方は、セロテープを丸めて代用してもいいですね。これで全ての準備が完了となります。ここから実演の手順を見ていきましょう。よろしく頼む。まずはセットしてある1000円札を財布などから取り出して、1万円札の貼っていない方の面を相手に示します。この際このようにして右手は離して示すことができますが、裏面まで見せることは困難なので、何もしない方が無難だと思います。ここから先ほどつけた折り目通りに1000円札を折っていってください。このようにぴったりと重ねることができたら、ビラビラの左側から人差し指を突っ込んであげて、反転させながら1万円札を示します。見ている方からすると、ここがお札が変化する一番の驚きのタイミングとなるので、多少ためを作ってからこのように変化させてもいいと思います。変化したことを示した後、今度は右手の人差し指をビラビラに差し込んで1万円札を広げます。これ手渡しすることはできないので、このまま変わりました、この1万円札欲しいですか、無理です、と言ってごまかして財布にしまってください。今回の場合、変化後にこのように鶴の面が見えた状態で終了していますが、冒頭の折り方を表裏逆で行えば、最後に諭吉さんを見せて終えることもできます。この部分はお好みで OK ですね。ここからは相手に調べられそうで怖いであったり、借りた1000円で行いたいという方に向けて、最小限の準備で即興で行える手順を解説していきますね。ここまで見てとりあえずやってみる気になってくれた方は、後から見返せるようにこのタイミングでの高評価をしていただけると嬉しいです。それでは行きましょう。さあ、行くぞ。まずは先ほどと同様の折り目をつけた1万円札をフィンガーパームしておきます。コインマジックでよく用いられる中指と薬指の付け根のポジションにパームする技法ですね。この状態で1000円札を手に取ります。そしてパームしていた1万円札を親指で持ち替えて、貼り付けていた位置と同じポジションまで持っていければ準備完了ですね。このあたりに関しては1000円札や右手のカバーが大きく効いているので、あまり神経質になりすぎずラフな感じで持っていた方が自然だと思います。動画冒頭の実演ではこの状態からスタートしていました。貼り付けていないことのメリットとして、この状態からであれば1000円札の両面を見せることが可能です。どのように行うかというと、1000円札を観客側に折って右手で掴みます。ここから左手の人差し指を折り目の位置に突っ込んで広げてあげれば、かなり自然に両面を示すことが可能です。両面を示したい場合は、半分に折った時に左端から1万円札がフラッシュしやすいことにだけ注意して行うようにしてください。ここからは貼り付けていた位置に指で固定しながら同じ動作を行うことになります。借りた1000円で行う場合は、あらかじめ折り目がついていないので、ぎこちなくならないように練習してから行うことをお勧めします。僕はこの変化後の1万円札を上げるのも、変化前の1000円札をもう一度出して返すのも嫌なので、基本的には自分のお金を使うようにしています。最も難しいのは変化させるタイミングです。手の指の操作だけで2枚のお札をぴったり重ねておく必要があります。
肉眼で見せる分には多少ずれていても問題はないと思いますが、なるべくはみ出さないようにできるよう練習してください。変化後のお札も広げて示してあげて、先ほどと同じ動きで両面を示してあげれば演技の終了となります。僕は絶対にしませんが、もしも1万円にして返してあげたい場合は、先ほどと逆の動きでフィンガーパームして差し出してあげてもいいと思います。あれれ、もう終わっちゃうの？はい、いかがだったでしょうか。皆さんのおかげでこのチャンネル登録者1000人を突破することができました。いつもコメントも楽しく読ませていただいてます。で、今後もね、今回のような名作マジックをどこよりも論理的に解説していくので、今回初めて知ってくださった方はぜひ有益な情報を見逃さないようチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは